はい、こんにちは。今日は金沢大学の問題です。問題はこちらです。自然数の数が書かれたボールがこういうふうに並んでいるよと。で、括弧1、n は自然数として、2n2 乗番目の玉に書かれている数は何かといった問題ですね。とりあえず括弧1からやっていきましょう。まあ、これは、群数列ですね。まあ、こういうふうに区切ってあげると、で、ここを1群。2群、3群、4群と。で、ずっとこう並んでるわけなんですが、今、括弧1では 2n2 乗番目のボールっていうのがあるわけなんですけども、これがスタートから 1番目、2番目、3番目と数えてて、2n2 乗番目。これが、の数は何なのかっていうのことなんですけれども、これが何群に含まれているのかっていうのをまず知りたいよと。じゃあこれ K 群としましょう。そうするとこの1個手前は K-1 群ですね。K 群の中にこれが含まれているとすると、ここが何番目なのか。ここが何番目なのか。つまり K-1 群の一番最後と K 群の一番最後のがスタートから何番目なのかっていうのを求めて、その間にこの 2n2 乗番目っていうのが含まれているということで、不等式で挟んで、この k の値を n を使った式で表していきましょう。そうすると、まずここの値っていうのはどうなるかっていうと、これ各群にはこの番号の数だけボールがあるわけですね。つまり1群には1個、2群には2個、3群には3個というふうになってるわけです。k-1 群には k-1 個あるよと。ですので、ここはスタートから何番目かっていうと、これを全部足したもの、つまり1足す2足すってずっと足していって、K-1 まで足したものがここになりますね。で、これ計算すると、2分の K、括弧 K-1。ですので、ここは2分の K、括弧 K-1 番目ということになります。で、同様に考えると、K 群の一番最後は、これにさらに K を足したものですので、2分の K、括弧 K+1 ですね。ですので、ここは2分の計画を K+1 番目というふうになります。で、この間に、これは挟まれているので、2n2 乗っていうのは、これより大きく、これ以下ですよと。これが K 群に含まれているとすると、こんなふうに不等式で挟むことができて、これ2倍すると、ここが4になって、4n2 乗っていうのは、これ 2n×2n ですね。で、これ K と K-1、K、K+1 っていうのは、2つ続いた自然数ですので、まあ、これ K を 2N としてあげれば、2N と 2N-1。こっちは 2N と 2N+1 ということで、この不等式が成り立ちますよね。ということで、K は 2N だなということに決定します。そうすると、ここは 2N-1 群ですね。で、あとは、ここの 2N2 乗番目の玉に書かれている数が知りたいよということなんで、これ各群、スタートは1からスタートしているわけですね。ですので、ここのスタートは1で2とこうなっていって、ここの番号が何なのか、つまりここが何個あるのかっていうのを知りたいわけです。で、今ここは 2n2 乗番目、ここがこの番目ということで出ているので、これ引くこれをしてあげれば、ここの数が出ますよね。で、それをしてあげましょうと。2n2 乗引く2分の、で、今 k は 2n ですので、2n にしてあげると、2n 括弧 2n-1 と。これ計算すると、まあ、2で約分して、プラスの n ですね。ということで、ここは n 個あるよ、ということに決定しますよ、と。ということで、1、2、点、点、点、ここは n 番目ですので、ここの、玉に書かれている数っていうのは n と、括弧1の答えは n になります。続いて、括弧2ですね。括弧2は、1番目から 2n2 乗番目までの玉をすべて袋に入れて、2つの玉をそこから取り出すよ、と。で、同じ数が書かれた玉を取り出す確率を求めようと。これは、1番目からこれ 2n2 乗番目まで、ここまでの全部の玉を袋にガサッと入れると。いうことは、全部で 2n2 乗個あるわけですね。全部で袋の中に入っているのは 2n2 乗個あると。で、2n2 乗個から2個取り出すわけですね。ですので、全事象は、2n2 乗 C2 となりますね。で、これまあ計算すると 2n2 乗、括弧 2n2 乗マイナス1を2で割るので、これ2が消えてこうなりますよと。これが全事象と。で、これが分母に来て、あと分子に来るのが、
このうちの同じ数が書かれた玉を取り出す場合の数が求めれば OK ということですね。同じ数が取り出されるということですので、じゃあ各ボールがこれ何個ずつあるのかっていうのを知りたいよと。じゃあ1番目、1っていうのが書かれたボールが何個あるかっていうと、まあ、ここまで 2N 群ですよね。ここは 2N-1 群ですね。ここまで 2N 群あるよということなんで、これ1は全部各群に含まれているから 2N 個あるよと。で、2っていうボールは1群には含まれてない。あとは含まれてますね。ですので 2N-1 個。3っていうのは1群2群には含まれてない。あとは含まれているので 2N-2 個というようになっているわけです。じゃあ今 N っていうボールはっていうと、これと同じようにずっと数が1個ずつ下がっていって、つまり2っていうボールの時にはマイナス1、3の時にはマイナス2ですね。じゃあ N の時には N-1 すれば OK と。2N-N-1 個というふうになります。でこれ計算すると N プラス1個ですね。ですので、ここは N プラス1個あるよと。でここまでは OK なんですが、つまりこれ最後の 2N 群には1から N 個しか、1から N の番号のボールしかないよと。N プラス1以降の番号はないわけですね。なんでそこだけ注意しなきゃいけないよと。じゃあ N 個まで、N の番号まではこれで OK なんですが、ここから N プラス1の時、N プラス1のボールの時にはどうなるかっていうと、ここからさらに1個減って N 個になると思いきや、ここの最後の 2N 群にも含まれてないので、ここからさらに1個減りますよと。つまり N-1 個となりますよと。で、同様に N プラス2っていう番号は、ここから1個ずつ減ってって N-2 個。で、ずっと1個ずつ減っていくわけです。で、2N-2 っていうボールは、2個ですね。これずっと減ってて、これが2個。で、2N-1。2N-1 っていうボールが、最後、ここにあるわけですね。つまり、2N-1 群の一番最後が、これ 2N-1 っていうボールですので、ここの番号が揃ってるわけですね。これは、ここが最後、2N-1。これが1個あるよ、ということになります。で、ですので、これで全部だと。で、ここから2個取り出したときに同じ数が書かれたっていうことは、じゃあ同じ数が1であるときは 2NC2 ですね。ここから2個取り出せますよと。じゃあ同じ数が2である場合には、2N-1C2 ですね。同じ数が3である場合には 2N-2C2 ですね。というようになっていって、N+1C2。ここまではずっと一緒だと。で、次も一緒ですね。この同じ数が N プラス1っていう番号の時には N-1C2 足す。ずっといって、最後、ここまでですね。2C2。最後1個あるわけなんですが、1個から2個を取り出すっていうのはできないので、ここまででストップだということで、これが、この求める場合の数ということになります。で、これ番号が1個ずつ下がっていって、ここまではいいんですけど、2N-1 って下がっていって、N+1 まではいいんですが、ここに NC2 があると嬉しいわけですね。ここだけ飛んでますよね。N+1 の次が N-1 になっちゃってるので、N を追加してあげましょうと。そうするとこれ番号が1個ずつ下がっていったものが揃うよと。で、勝手にこれ追加したので、引いてあげましょうと。で、そうするとこの部分っていうのは、シグマの K が1から、あ、1じゃない、2からですね。2から 2N までの KC2 っていう形で表せますね。2C2 からスタートして 2N まで、2NC2 までですので、こうなるよと。で、マイナス NC2 と、こうなるわけです。で、これを計算しましょうと。KC2 っていうのは2分の K かっこ K-1 ですよね。で、これ2分の1を前に出すと、こうなって、ここの部分が K かっこ K-1。で、これっていうのは、まあ、普通に計算してもいいんですけども、これ K が2のとき、まあ、ここを L とすると、ここが L プラス1ですね。つまり、これっていうのは、L カッコ L プラス1、こういう形で書けて、K が2のときは、L が1。L が1スタートですね。で、K が 2N のときは 2N-1 ですね、L が。ですので、こういうふうに書き換えることができますよと。
これっていうのは、あれですね。k が1から n までの k カッコ k プラス1っていうのは、まあよく出てくるんですけども、これ3分の n カッコ n プラス1カッコ2、n プラス2ですね。こういうふうになりますよね。これ、一般にですね、よくこれはよく使いますよね。これは n カッコ n プラス1ですよね。でこれ k に k プラス1っていうこの次の数を2つ連続した自然数をかけたものの場合には、これ2が3になるんですね。3分の2になって、これに n、n プラス1、n プラス2っていうこの3つ続いた自然数の掛け算の形になるよということなんです。でこれ知ってるとこれを使うと、つまりこの n が 2n-1 に置き換えたものとして表すことができて、すぐ解くことができますよと。ちなみにこれですね、3つ連続続いたときには、k カッコ k プラス1、カッコ k プラス2とかっていう、3つ続いたときにはどうなるかっていうと、2、3で次4分のになるんですね。で、3つ続いた数なんですが、これにさらにもう1個続いて、n カッコ n たす1、カッコ n たす2、カッコ n たす3になるんですね。こんな風になっていくので、まあ、こんなの知っておくと、これ、こういうのが出たときにパッと求めることができるので、いいかなというふうに思います。まあ、とにかく今回の場合はこういうふうになるので、これに n に 2n-1 を代入して求めることができますよと。で、これを使うと、どうなるかっていうと、ここの部分が、これの、で、2分の1するから6分のになりますね。6分の、2n-1 入れるから、2n と 2n-1 と 2n プラス1。こうなりますよと。これがここの部分。で、マイナスこれですね。これは2分の n カッコ n-1 と。で、これ、2で割れて、これ3分のになりますね。で、これ計算すると、6分の n で、くくると、2倍の、まあ、この部分計算しちゃうと、4n2乗-1 ですね。で、こっちは、3倍するから、3カッコ n-1 と。これ計算すると 8n2 乗のマイナス 3n でマイナス2とプラス1だからプラス3だからマイナス2とプラス3だからプラス1とでこうなりますね。ということでこれが、この場合の数ということになります。で、全事象がこれですのでこれ分のこれということでこれ分のこれすると6分の n カッコ 8n2 乗マイナス 3n プラス1。これをこれで割るので、n2 乗カッコ 2n2 乗マイナス1と。で、n が1個消えて、こうなりますよと。これでおしまいですね。これが求める確率ということで、おしまいです。以上です。ありがとうございました。